栗本慎一郎の全世界史、経済人類学が導いた生命論としての歴史。はじめに、哲学と生命論なき歴史学はすべて退場せよ。歴史人類学は、私が1988年に意味と生命なる哲学書を書いたとき、最後尾において、これから生命論として思索と研究のテーマにするぞ、と述べた分野である。おそらく誰にも意外だったろうが、当たり前ながら私は本気だった。意味と生命の土台になったマイケル・ポランニーの生命論、それはすなわち意味論に導かれて、私は層の理論というものを提唱した。あるいはすでに提唱されていたものを新たに解説した。それによれば、実は生命はいくつもの層からなっている。例えば、我々の身体と精神の関係は大きく見れば、まず仮想に純粋に物理科学的素材からなっている身体性の層がある。そこでは原子の結合がこうで、分子の素材はこうであるということが分かっている。かなり深く分かってきていると言える。しかし分析や注目がそのレベルにとどまる限り、いかに細かく研究しても精神を持つ生命の仕組みの表面にも到達しない。仮想だけの分析をいくらしても、その仮想システムの働きも最終的には分からないのだ。そもそも生体の内部において最も重要な化学反応に対応する酵素の役割さえも、私に言わせれば、今のところ基本がほとんど解明されていない。謎ばかりである。上位にある生命システムの中での位置が見えないということだろう。大体なぜ素材的には反応に関係のない酵素が登場しなくてはならないのか。基本的に変ではないか。その意味では素材のことは分かってきても素材間の関係は分かっていない。分子生物学の研究が進めば進むほどその分かっていないことが分かってくるだけのことである。それはどれも化学反応における触媒の役割の謎に酷似した問題であり、そこでまた層の理論の提唱者、マイケル・ポランニーの関心に戻ってくるというわけであるが、ともあれ素材的仮想も単なる素材であるだけではなく、外見としての身体を形成した段階で、より上位の原理によってコントロールされている。それは共同体の内部における人の場合と同様だろう。こうした素材の討議は、内部と外部を隔てる境界を生むが、理の当然として、境界は連続して存在し、その内側に形を作らざるを得ない。そこで重要なのは内部と外部の瞬別であり、その内部には素材を討議する原理がある。実はその原理こそが仮想の原理の一つ上にある生命と呼ぶべきシステムなのである。本書中では国際金融、シナリオ・ハイダイと論じた人物が、科学哲学者アーサー・ケストラーであることを述べているが、そのケストラーが機械の中にもある種の生命性があるものだと論じた機械の中の幽霊論は明らかにそういう論理構成をとっている。かくしてケストラーとポランニーと私はどうしても同じものに関心を抱いたことになるが、それを言ってみれば生命の階層性というようなことであったろう。身体としての社会あるいは共同体、そして生命そのもの論へ。新しい上位の層が生まれることを創発、エマージェンスと呼ぶが、これはある点において生命が生まれる状況そのものでもある。そこでもうわかるだろう。階層はある意味で上にも下にも無限に連なっている。あるいは重なっているものだ。原子分子の素材から個体的生命システムが生まれ、その個体的生命システムは内部の原子分子の動きを制御しているわけだが、過去の生命論とはここまでのことしか考えようとしなかった。つまり生命というときはこの個体的生命までしか考えなかった。で、その上の層についてとなると、急に宇宙の中の地球とか言い出して、超漠然と生命の枠を広げて、ガイアとか言ったりした。あるいは自然とか環境一般の問題にする。それは言うまでもなく論理の突然の飛躍であって、それでは何も明らかになることはない。そんなことではないのだ。しかし次のことを言うとき、少しは具体的な問題の理解が生まれることになるだろう。つまり生命システムを持つ個体が集合してそこにシステムも生まれ、形作られた個体の集合に対する外部も生まれるなら、そこにこれまでの我々には想像もしない、できない生命的システムがあると考えることが可能なはずである。というよりそれは当然想定され必然的なことではないのか。超上位の生命的システムが生まれることがあっても不思議はなく、むしろ当然のことですらないのか。創発によって形作られるのは新たな生命システムだからである。その意味で社会がそれ自体身体性を持つとか、一種の生命であるかのごとく、動くというだけでは本来全く理解が及ばないのだ。単純に言えば以下の通りである。つまり社会や共同体もまた生命としての身体性を持ち、それも要するに一つの生命なのである。
そうすれば社会の歴史というものは生命体の少しずつの変態ということではもあるのではないか。そうした各システムや階層の連なりの中に我々は生きている。今少しずつ分かってきている地球を支配する貨幣の動きは、個体の集団が作り出した社会や民族や共同体の論理を完全に超えているではないか。その貨幣の動きの次を予測することは、そのような明らかなと私には思える。生命性を注視することなしには全く不可能なのではないか。逆に言えば注視はそれを可能にする。貨幣の動きだけではない。人口や産業の動きもまた、人々の情念の動きもまた、絶対にそうなのである。唯物論でも何でもよい。誰それの歴史哲学も皆同じだ。そこを無視して外装からだけ人間の社会の歴史を見てきた議論や分析はまるで無効である。一番簡単には歴史の事実把握に大きな間違いを生んだ。この書で述べるアジアとヨーロッパの歴史の大きな根源をつなぐ流れ及び関連の事実群と、高校中学の公認教科書にどれほど違いがあるかは明々白々だろう。我々に言わせれば事実が合っている、間違っている、流れをつかめている、いないというような問題ではすでになく、哲学及び生命論である人の社会の歴史の根源を見据えているかどうかという根本問題である。後書きに事実の立証ということについて少し論じたが、事実を認知するシステムについて多少とも考えていない人には、教授も学習も 無意味だと言っているわけだ。冷たいようだが仕方ない。この本は歴史についての最後の本である。この本はかなり前からこういうことを意識して歴史を注視してきた私の最後の歴史についての本である。最後のという意味はただ単純に13年前に死に至りかねない大病をしたがとりあえず生き延び、つい先頃71歳を迎えた私には時間がもうなかろうという意味であって、大はない。社会はそれ自体が生命性や身体性を持つのでなければ決して理解できない。身体性から見てこそ初めて理解できる事例を私はこれまで意識して各種の著作に込めてきた。例えば幻想としての経済に入れておいた病にかかって江戸時代や、パンツを履いた猿でも述べたヨーロッパの人口の不思議な動き、ドゴン族の不思議なシリウス感、パンツを脱いだ猿で述べたユダヤ人やビートルズ屋の不思議な動きなどである。シリウスの都アスカで述べた大和三山の位置関係や、後ろの正面がシリウスの当時の南中寺にあたる西方位もそうである。ペルセフポリスと鹿島神宮がほとんど同じ構造、西入り、南接、北が西方位になっていることもである。では読者の誰も意識しては読んでくれなかったようだ。そこで苛立ったわけではないが、私は8世紀の世界帝国突厥の人がブタペストの原型であることを示そうとして、キルギスで遺跡を発掘した。広すぎてこれぞというものは出なかった。まあそれはよかろう。残念だが。歴史を学ぶということは、何々島が自国のものであろう、あることを知ろうとかいうことが目的なのであってはならない。我々は人間がどこにいるのか、なぜいるのかということを考えるためなのである。で、それがまた何になるのかと問われれば、生きていることが何になるのだという問いに答えられる人にはお答えしてもよい。だからこの本で東西をつなぐパルテアの意味とか、同じく一般には知られざるキメク汗国とかの存在を、私は発見して皆に伝えようなどとしていない。けれども、こうしたことどもは各社会及び地球上の全人類が一つの生命体を作って我々の個的生命とも対応していることに気づけば、容易に創作されるべきものなのだ。実際にあったものなのだから。探せば本来は11次元であるはずの宇宙の5番目、6番目の次元を探して特定するよりは簡単に見つかる。それに対して過去の死んでいる歴史学のレベルの中で、実証してくれとかいうバカなことはやめてほしい。お前は血液の中に血小板があると聞いた理科の授業でその存在を証明しろと教師に言ったというのか。意味と生命の続編。本書は意味と生命の続編の本であり、いかに奇妙に思っても人の生命論の一種である。ひとたびそう分かればパルテアはアスカであり、北満州は蘇我氏の故郷だろうという想定も構造的なことが分かるだろう。全く不思議なことではないからだ。アスカの原音はエシュクあるいはアシュクである。これは完全に現ユダヤ人主流派のアシュケナジの名につながる。よって我々日本人はユダヤ人と比較的狭い意味で親戚であり得る。けれども人類はみんな兄弟、当たり前に過ぎることでもある。歴史を学ぶとは人の個体積生命の一つ上の層の生命現象を観察することなのである。ハンムラ・リオさんとフランシーヌ・ルコントさんのこと。
SF 作家にして地球生命体についての思想家、半村亮さんとは晩年少しのお付き合いがあった。私が推薦した寿司屋でばったり会ったりしていた。会う時は結構気が合っていたと思う。ある日、半村さんは私の顔を覗き込むようにして、俺ね、神様を発見しちゃったとおっしゃった。私はギクッとして思わず最悪の反応した。え、それは誰です？または何ですか？というものである。私は素直といえば素直、バカといえばバカだった。半村さんはさらに揶揄するような症状のまま、いやね、簡単でね、ひどく四角くてひどく遠いような、と言葉を濁したままだった。明らかに半村さんはちょっとでも噛み合えば、神様論をやり取りしてみたかったようだったが、残念ながらできなかった。勝手な判断だが、栗本慎一郎にも神様論ができるのかなと思われた瞬間があったのではないか。でも全くダメだった。あれから20年経つ。今ようやく私は半村さんと酒を飲みながら話ができるのかなと思っている。お墓にワインとこの本でも持っていこうか。この本を書きながらもう一人のことも思い出した。その一人には何人かの知人の顔が重なる。いずれも生命と社会のシステムについて気づき、そこでどう生きるか大きな壁の前で絶望し、自ら死を選んでいった友だと思う。一番有名なのはフランシーヌ・ル・コントさん。1969年3月30日、パリの朝に焼身自殺して死んだ女性だ。ベトナム戦争とビアフラの飢餓を生んだ体制に抗議して死んだということになっているが、いくつかの理由です。私はそれは間違ってはいないが、間違っていると思っている。当時の空気の中でもそう思ったが、なかなか言語化ができなかった。それに彼女の死は直ちに日本でもフランシーヌの場合というポップの大ヒット曲を生んで、当たっている部分も当たっていないと私が思う部分も皆歌に歌われてしまった。良いことでも悪いことでもあったろう。この前書きを書く段になって、明治大学栗本慎一郎ゼミ同窓会で最終講義を何かしなくてはならないということになり、彼女のことを突然思い出した。なぜ今突然フランシーヌさんのことが出てくるんだと私自身が疑問に思ったことである。それについての長い試作をした結果はこうだ。彼女の絶望は戦争や飢餓を生んだ体制や権力に向けられていたのではない。それを平気で生み出す生命のシステム、あるいは社会という存在そのものに向けられていた。ベトナム戦争に反対などという小さな失礼なことに、人は偶然でしか死は書けないだろう。彼女は全てを見通しているはずの神に対して抗議したのではないか。神は万能で全てはお見通しだとよく言う。それは私もそうかなと思う。だがそれで神が全て正しいのかというと大きな疑問である。神は我々に生命を与えた。ならばそれがいかに短くても幸せなものにしてくれてどこに不都合があるのか。幸福の感覚すらも操作できるのが神なのだから。個体の生命も社会の生命もつましくても幸せに生きるようにプログラムすることなど自由だったはずではないか。大きな宗教教団を作らせて、結果、暴力や戦争の種を作ることも間違っている。本章のヨーロッパの章を見よ。暴力や戦争の種を振りまいて、それを拾うかどうか、人を試しているなどということもある。それはおかしいではないか。人はそれを拾ってさらに振りまくように DNA でセットされているから、当然拾って振りまく。神は自然に一人一人の胸の内に宿られるものでいいはずだ。このように良い宗教が必要であるが、それは悪い宗教が多すぎるために必要なのであって、最初からいらなければそれが最善なのである。かくて私はこの本を半村亮さんとフランシーヌ・ル・コントさん、およびこの社会に生きることに絶望して自死した幾多の友に捧げたい。本当のことを言ったらお利口になれない、とフランシーヌの場合の歌詞は言うが、何がいけないのか、それでいいではないか。お利口さんにならず、なれず、おバカさんで生きることがこの世で最高に高潔なことなのだ。歴史こそ哲学であり生命論そのものだ。最初に歴史学には哲学と生命論がなくてはいけないと言った。しかしこの前書きを通して言ったことは人の社会の歴史のあり方を考えること自体が哲学であり、歴史こそが生命であるということだった。その意味で過去の歴史学は重要な事実誤認や見過ごしがあったということではなく、その認知の方法自体が全て間違っていたということである。本書で提出した事実がもし全て間違いであったとしても、そんなことはないが、検証する方法に過去的過ちがあればそう見えることがたまにあるかもしれない。社会はそれ自体が生命であるという命題に間違いはありえない。第1章、世界の中の日本史。独立はしていたが孤立していない最古の日本列島文化。
日本の歴史は世界の歴史からはもちろん、アジアの歴史においても基本的に孤立したものだと考えられてきた。にもかかわらず、基本的なところでは中国や朝鮮の影響を受けてきたと勝手に決めつけられてきた。しかしそれは両方とも違う、大きく違う。日本の文化は中国や朝鮮とは全く違う文化だ。北満州やその先の北ユーラシアとむしろ直接的につながっている。まず日本列島の文化は初めから世界的に孤立していなかった。青森の三の丸山遺跡は紀元前3500年ほどからのものだ。ただそれが世界とどうつながっていたのかは初めから問題外にされてきた。だが時期的に言って内容的に言ってユーラシアの歴史と連携することを理解しなければならない。特に太陽信仰における文化要素のつながりである。日本列島の文化はほぼ全体に太陽と星の位置を意識した方位のネットワークを張り巡らせていたことを基軸にする。夏至と冬至時におけるそれぞれの日の出、日没地点を結んだ夏至線と冬至線のネットワークは、世界のどこにでも見つかるものだが、日本の縄文時代、前1万2000年から前3世紀のものは明らかに異常なほど精密なものだ。夏至線とはある時点で、冬至の日に太陽が昇る方角と、夏至の日に沈む方向を結んだ線のことで、冬至線とはある地点で、夏至の日に太陽が昇る方角と冬至の日に沈む方角を結んだ線のことである。いずれもその地点を中心に直線になる。夏至線は東南東から西北西に向かう線だし、冬至線は東北東から西南西に向かう。夏至線と冬至線を引いて交差するところにできる角度、水平線との広角は緯度によって違う。交差角がちょうど60度になるところがあって、日本では北緯37度15分36秒、福島県の大徳坊山山頂がそれである。夏至線と冬至線が東西水平線に対して作る角度、広角は、東北地方では30度以上、それ以南は30度未満になる。具体的には福島の大徳坊山から北は30度以上、南だと30度未満である。ちなみに奈良の宮尾山だと、28度50分だ。巨石文化ではないにもかかわらず、主要な夏至線、冬至線の交点にだけは必ず巨石が置かれていた。あるいは埋められていた。このことについては文書的転居などは求めないでほしい。ただ事実であるから直接調べて、調査していただければよろしい。これは従来の歴史家がわざと無視したいくつかの日本史における重要な事実の一つである。それらは後の文化や政治の力ではほとんど動かしがたい巨大なものである。それゆえ慎重にその巨石は人里から遠ざけられた。その上で重要な神社や後の大寺は逆にその夏至線、冬至線の上に乗せられた。つまり、稜線や高点は十分意識されていたのである。夏至と冬至、それぞれの日の出方向と日没方向を逆の組み合わせで結んだ線が夏至線と冬至線。夏至線は自分を中心として東南東から西北西に向かい、冬至線は自分を中心にして東北東から西南西に向かう線になる。この交点にできる水平線との交差角が60度になる福島県大徳坊山頂、北緯37度15分20秒は、交実する三輪山のネットワーク、大和の権力が確立する以前から広がっていた北日本ネットワークの中心と考えられる。日本列島では縄文時代中期以降、主要な夏至線と冬至線の交点に必ず巨石が置かれたり埋められたりしていた。こうした偶然には作り得ない太陽の運行を前提にしたネットワーク。太陽のネットワークは一般に言われているより、はるか以前の段階で日本列島に政治権力が存在していたことを推測させる。後に日本列島に全く別の方位たる西方位が蘇我氏によって蘇我氏と共に入ってきて以降、夏至線、冬至線の世界は西方位の世界と混在し対抗し合い、やがて支配層の世界では新しく西方位が中心となった。夏至線、冬至線の世界は次第に交代していった。西方位とは日本語では私が名付けた。その存在の重要性は、京都造形芸術大学の渡辺豊和教授がそのいくつかの著作で指摘してこられた。新人物往来者、不相王国蘇我氏一族の真実、徳間書店、縄文夢通信ほか、要するに方位上の真北を北にせず、
そこから20度西に振った方位を北とするものだ。簡単に言えば北が20度西にずれている。この日本における方位の問題は当然それに伴ったはずの土木工事力も含めて、そこに全国的な政治権力があったことを科学的に推測させる。全国を統合するものがあったなら、初期段階の帝国が、そうでなければ王国が複数存在した、それは間違いない。縄文王国というべきか帝国なのか、それとも、糸魚川、筑後帯から取れる宝物、翡翠の財力を頼った翡翠の帝国か、それは今はわからない。だが今はその工事力の一端だけを示しておこう。これらの事業は一定以上の力や王や皇帝の権力がなくては絶対に成し得ないことで、実は全部の例にはとても示しきれない。全体像は施設長、シリウスの都アスカから理解願いたい。大和の最高神さん、三輪さんの近くに、耳なし山、天の角山、うねび山という、古くから神聖視されてきた、いわゆる大和三山がある。それぞれ140、150、199メートルという低い山だ。耳なし、うねびは、安西岩の山体が侵食を受けてできたと言われるし、天の角山は、龍門山地の自然の末端地だと思われている。しかしこの三山は、23ページの図の通り、全部を結ぶと完全な二等辺三角形をしている。そして二等辺三角形の頂点にあたる湯波山から宮山の岩倉、神の座をつなぐとちょうど二等辺三角形を二つに等分する中線になる。しかもこの中線が当時線である。宮山、うねび山の当時線は極めて重要な線であったことが容易に想像できる。西南西に向かっては一線上に陰部山と葛城山の山頂が完全に乗ってくる。東北東にこの当時線を延長すると牧向山、八瀬山山頂がある。これらをすべて偶然だと片付けるのは頭がおかしな人である。とんでも歴史嫌いで逆に頭がとんでもになってしまった人々だろう。いくつかの山をゼロから作ったのではなくても、削ったりして少なくとも山頂を動かしているはずだ。意味のないとんでも嫌いの人々を逆とんでもと名付ける。さらに決定的なこれが人為的なものだという証拠がある。それは二等辺三角形をなす大和三山の辺が実に作為的であることだ。二等辺三角形を中線に割ると言うまでもなく、二つの直角三角形ができる。そして、耳なし山、天の角山、うね、宮山、岩倉の三点もまた、空から見ると二等辺三角形を作る。で、ここにできる三角形の辺の比に5対12対13なるものが現れる。普通の人は何のことだかわからないだろう。しかし、建築史家は戦前から注目していた。近年においては、前室の渡辺教授が注目指摘した。5対12対13は、メソポタミアの建設において意識して、聖なる部分に用いられた日である。つまりこれはなんとメソポタミアの聖なる三角形なのだった。これで山と三山が絶対に普通自然にできた山ではないことは楽器は明らかだろう。土木的計測自体は病のため自分で完全に行えなかったことを残念ながら述べておきたい。でもなぜメソポタミアなのか、それが謎だ。私にもそして生命論としての歴史学でもまだ完全にわからない。しかし本書である程度の答えを用意することにしている。ともあれ間違いなく古墳時代に蘇我氏が日本列島に入ってくる前にも、この程度の工事力を駆使できる王権が列島の中に存在したのは明らかだ。だがそれはまだ日本ではなかった。日本の正式な登場は少し待つことになる。日本は漢字文化圏にはいない。ところで日本文化の土台が中国文明であると一部が言うのは、ただ漢字を採用したというだけの理由である。全体的には根拠がない。日本は聖書法を変えたわけではなかった。日本の言葉も全く変えなかった。正式な文字の記し方を聖書法という。それでもそれは言葉自体の中心ではない。歴史において、隣接民族の影響を受けて聖書法をガラリと変えた民族など山のようにいる。現在のウズベキスタンを中心に、紀元後長きにわたって砂漠の商業で活躍したソグド人などは、自らソグド文字という文字を作り出しながらも、何度も聖書法を変えた。ガラリと言葉を表記する方法のすべてを変えたのだ。しかしだからといって、ソグド文化が多民族文化を土台にしているなどとは誰も言わない。
聖書法の変化は商業を旨とした俗土人の生きるための知恵で、ただの便利さの追求だったと誰もがでも分かっているからである。日本列島における漢字の採用も全くそのためだった。取り入れた時代はおそらく古墳時代、4世紀初頭後期から飛鳥時代 初頭の7世紀、おそらく仏教伝来直前の6世紀前期のことである。ほぼ4世紀半ばから5世紀末までのことだ。その漢字の使用は明らかに限定されていた。仏教前の読解、伝達と限られた対外貿易についての対大陸関係の記録である。法律、後の律令の記録その他に用いられるのはずっと後のことだ。そもそも日本はもともと持っていた音を生かすため、かなという独自の表記を作った。そうした古代日本語の基軸はそのままにして、そこに漢字を補助として付け加えた。かなを作るのに漢字の存在を補助に使ったのは事実である。あるいは漢字に補助してもらうことにしたと言ってもいい。かなは表音文字で、漢字は表意文字である。音だけで意味を表しにくいものに、大和の人は表意文字である漢字を有効的に補助的に使った。つまり漢字の一部を利用したのだ。例えば、飛鳥という音が先にあって、それに特別に聖なるという意味を載せるために、飛ぶ鳥を特別に聖なるものと見る思想から、飛鳥と表記した。この場合、大切なのはあくまでも音であって、表記の方はかなりご都合的だということがわかるだろう。山は、もともと東イラン高原から仏教に広がる中央アジア、ユーロアシアの人にとっての霊界の主、あるいは、霊界を表す言葉である。なまって閻魔にもなる。山の方がなまったものだとも言えるが。とは古日本語で場所だが、他行作業の一時で場所を表す語は実はユーロアシアのあちこちにあり、容易に誰にも受け入れられるものだった。中国語だって領域を表す語の半島の半図がそうである。中国語だって領域を表す語の半島の都がそうである。よって、大和とは良い例の場のことである。あるいは、祖霊の地である。これはユーラシアの言葉と全く孤立していない。そういう意味で大和という重要な地名が日本に初めてできたとは思われない。ユーラシアにも重要な大和が見つかる可能性がある。いや、実際にたくさんある。例えばである。東トルキスタンを流れる重要な川に入り川がある。チルクでは国を意味する名の川だが、この入り川の用地、上流から合流があって大河となる地点が大和と呼ばれ、モンゴルから出たチンギスカンが兵を一旦整えて西へ向かった都市として知られている。現在は中国の地方的継承地だが、これは日本列島に先立つ大和であり得るだろう。もちろんチンギスカンよりはるかに古くから大和があったのだ。これを表意文字の漢字の大和をもって表せば、多くの人、国が参集して連合する場であることが容易に理解できるようになる。漢字は利用されただけである。こういう状況をもって日本列島が一方的に漢字文化圏に入ったというのは間違いだと断言できる。日本列島の政権は他国の表記を単に例の見られない形で取り込んだだけである。蘇我氏の登場と日本連合帝国の成立。この漢字の導入の時期に日本列島には多数の新たな文化要素が導入された。巨大古墳、文字、西方位、仏教、二重性の旺盛である。邪馬台国の卑弥呼が北九州にいたのは3世紀末だ。おかしな話であるが、邪馬台国は邪馬夷国が正しい。夷は一致の旧字だから邪馬夷国としか読めない。魏氏遠い伝和人の項にそうはっきり書いてある。この本を勝手に魏氏和人伝と呼び替えたり、邪馬夷国を邪馬台国と言い換えたり、大は大の旧字。これまでの日本史家のやってきたことは異常である。民間の歴史家古田武彦氏がこれを正しく指摘して親しいが、その後何も直していない。日本史学者どもはほとんど反対的ですらある。山は酒の山であろう。山という当て字には何の意味もない。伊は和と同じく、南方系の九州人のことである。一応日本列島人の一部ではあるが、日本列島人にあたる概念はまだなかったので、いや和をもって日本の代表とするのはおかしい。中国人が九州人をまとめて日本と見てしまうのは大間違いである。ともかく和を和と書いて、その一字に大和の音を当てるなどはもってのほかのことだ。この方がよほどとんでも歴史である。
ともあれ4世紀から200年以内の間に日本列島は大きく変わった。この200年を便宜上前期、4世紀後半から5世紀末と後期、6世紀初頭から7世紀前半に2期に分けよう。蘇我氏が突然前期後半に大和に現れ出る。現れ出たその時から大豪族であった。最初から朝廷の財務を管理した。中国からの渡来人としてすでに著名であった。ただし、大和のあやしらも従えていた。これにより、およその出自がわかる。口述しよう。ちょうどその頃、間違いなく蘇我氏の動きと連動した動きとして、小王国が分立していた日本列島に初めて日本国が現れ出る。これが歴史に日本が登場する最初である。日本の出現。古墳時代前期には日本列島にはいくつかの王国が出現していた。北海道から東北地方にかけての扶桑国、出雲を中心とした分身国、奈良三輪山を中心とした三輪王国、現大阪のあたりの大韓国、北九州の山異国の後進の王国、北陸越後を中心にした越の国などである。河内のあたりに王国があったことも確かだ。なぜなら現アスカは日本で2つ目のアスカで、最初のアスカは河内にある。日本には現在も他に多数のアスカが存在、現存する。以上は最低数の候補であって、3世紀前半まではもっと多数の小王国が存在した。そして4世紀に各地である程度統合と連合の機運が高まっていた。この時期の王国名は記述が残っていないから、扶桑、河内、越以外はそれなりの理由があるが推定である。この中の扶桑国が内部に日本と名乗る小王国を抱えていた。北海道の日高、あるいは日高見の王国である。扶桑というのは赤い実のなる聖なる木ということでリンゴのことと思われる。この扶桑国が北海道、東北地方から次第に南下、やがて北関東まで力を広げた。この時、後からユーラシアから来た大勢力、蘇我氏が参加し、全体を指導することになる。蘇我氏が扶桑国を支配する王として迎え入れられたことは、鹿島神宮が扶桑国の聖なる拠点として作られたあたりで明確になる。だから鹿島神宮はさして古いものではない。古くはないが最初から重要な神社だ。理由は明らかで、鹿島神宮はペルセポリスと同じく西方で建てられているからである。そして鹿島の地形、それ自体が、ペルセポリスの東に並立して隣接するミトラ山、クーヘミフラと同じく自然の西方位になっているからである。そこを意識して近づけて建設したのである。ともあれ、扶桑国は古墳時代前期に鹿島までも含める展開をした。途中の重要な展開地域は会津であって、会津を代表する大塚山古墳は、西方位の大きな前方後円墳である。そして最後には大和はもう蘇我氏が貴族の最高位に立つことで制覇した。この時初めて日本列島全体が日本になった。扶桑という名が日本の別名になったのはこの時からである。この頃大和を首都とした連合政権を持つ国に対して貴族意識を持った人間たちが初めての日本人である。したがって日本人の起源とは4世紀ないし5世紀のこととなる。その時の統領は旧渡来人の中で最後に日本列島にやってきた蘇我氏である。蘇我氏はほぼ間違いなく北満州を経由して駒、一般的に高句麗という、を得て北日本から日本列島に入ってきた。だから当然、鮮卑が大移動を開始して中国大陸に大激動を起こす4世紀の動きと連動している。この連動は中国大陸どころかカスピ海沿岸の動きにまで至るはずだ。つまりそれが後日の3世紀に終わったアスカの国、パルテアの影響である。蘇我氏は元はペルセポリスにある西方位も、元はパルティアにあるアスカも、飛ぶ鳥を聖なるものとするミトラ教も地質していた。故に日本に西方位を飛ぶ鳥のアスカも、西方位も飛ぶ鳥のアスカも、ついで同じく飛ぶ鳥の白鳥信仰も取り入れたのである。この辺りの歴史展開のキーポイントは、一般にパルティアとして知られる大帝国アスカとミトラ信仰である。第4章で詳述しよう。小王国の連合、大和帝国の成立。最後は連合することになる4世紀初頭までの小王国の中で、蘇我氏を得て頭一つ以上抜け出した扶桑国は、すでに単独で中国大陸において遊牧民、鮮卑の建国した国、北魏と国交を持っていた。いわゆる大使館にあたるものが北魏の首都、洛陽にあった扶桑館である。この北魏、386年から534年は、世界の激動の4世紀に連動して、
北満州の大高安寧地域から南下を始めた遊牧民シャンピが建てた最初の大国だった。この北魏に続くのが隋唐である。北魏が蘇我氏の王国王権を支える国になったのは今でもない。だから奈良時代の日本が言う中国というのはほとんど全て北魏のことになる。では蘇我氏はシャンピだったのか。そうではない。シャンピ原領地の東に存在した峡谷に富養と古満コウクリがあった。この富養を通過した貴族が蘇我氏である。当然古満も通過した。全体が西方位である都マルト城周安を持つ古満から海を渡って日本に来たのである。楊国はワイとハクというほぼ双子の民族で、合わせてイエメクといったツングス系と言われるがよくわからない。富養は漢人にも紀元前から知られた。 1から3世紀には漢人の目からも大繁栄をしていて、故に大遊牧民族シャンピ、センピも東方に進めず西へ押し戻されるくらいだった。コウクリは古くから日本史家に駒として知られた。だから原音は間違いなく駒である。間違いなくコウクリではない。音も原韓国語であるコウクリではない。古墳時代前期までこう日本語を話す日本人は駒と言葉が通じていたのだ。だから日本で伝わっている原音が正しい。くだらも同じことである。駒は富養より少し歴史に登場するのが遅いが、もともと親戚の民族の国である。そして皇族がつながっていた。日本に仏教が伝わったのはこの駒を通じてだ。中国からではない。通説は伝来が6世紀ということになっている。しかしそれは遅すぎだろう。旧来の教科書が言っているような文字のなかった国に仏典が伝わっただけでいきなり大寺ができたり、信者が朝廷においてすぐ増えるというのは誠に不自然だ。仏教は実は駒の親戚の一つ、百済から一世紀を早く伝わっていたという説がある。となると明らかに古墳時代前期でなければならない。この方が自然である。百済の王族は富養の皇室の中から分かれた別の皇族であった。と思われ、駒とのつながりと蘇我氏の因縁は関係があったのは間違いない。西方位は蘇我氏及び蘇我氏の一族であった聖徳太子が、意識的に日本に広めたものであることも間違いない。それは駒のものだった。富養のものである可能性も大きいが、調査不足で今のところ見つかっていない。しかし駒はその首都、マルト城そのものが、なんと全体的に西方位になっている。マルト城は現在の中国市ジーアンである。北朝鮮との国境に位置し、高麗港に面したジーアンの町は驚いたことに、全体が北から20度西に傾いた西方になっているのである。これ以外に個別要素が西方などというのは、駒にも日本にも山のごとくある。ジーアンは、高麗港に面する以外、明らかに大国の首都に適した立地ではない。陸地の有力な町からむしろ孤立している。しかし、高麗港の流れを底辺として取って、そこに直行する水線を引くと、西方になるという不自然な自然立地を持っていた。鹿島やペルセポリスと共にミトラ教精神を内に秘める異性者が意識してこの地を選んだことしかありえないだろう。シャンピの北魏と共にイエメクの駒も仏教であった。しかもその中心となった弥勒信仰はミトラ信仰である。後の阿弥陀仏信仰もあったが、阿弥陀仏とは光の神、無量寿光菩薩であって、要するに太陽神ミトラの化身だ。かくて元はユーラシア西部草原の騎馬民族から西のアスカ、パルティア崩壊を得て、モンゴル高原のチュルクがシャンピの移動に圧迫された大激動の4世紀があったのである。その時期に富養駒を得て蘇我氏は日本列島にやってきた。民族的にはチュルクでしかない。では蘇我氏に先行した仲間の波多氏はどうかといえば、王神天皇、4世紀末から5世紀初めの頃、現在の中国の地から渡来したと自称していた。しかし同時に波多氏の統領は、ユズキの王をも自称した。ユズキとは、チュルク、突厥が大帝国になった初期、唐と争った皇帝、アシナ氏が、東軍と戦う時の重要な軍事拠点の一つで、今日ウイグル自治区の西端に近い地に、ユズキ城跡を残す。つまり、波多氏もチュルク人である。王国の連合であるという意味で、大和国は小なりといえども帝国である。
帝国は大和朝廷のもとに成立した。帝国ができた瞬間、それまでの大君はスメラミゴトと呼び換えられる。漢字で天皇である。スメラは宇宙のことだ。つまり宇宙を統べる尊き人がスメラミゴトなのだ。キョンヌ、郷土の人縁宮具と同じ、丹羽と同じ海だ、意味だ。その上で、蘇我氏は騎馬民族本来の王誕生の神話、つまり石体の神話、あるいは正確には、サカあるまたはアスカの神話を、日本の天皇家の神話として乗せ替えた。そして都をミトラ教も元とする飛ぶ鳥への崇拝を取り入れた上でアスカとした。蘇我氏が作った最初の仏教大寺が、坂伝寺である。この坂田寺、今は地図にしか残っていないは、明確にして完全な正方位になっている。聖徳太子や蘇我氏がここまでやったのに、バルテアの扱いが我々の先祖であるということになぜ人は気づかないのだろうか。愚かだからである。あるいは知りたくないからである。ここまでやった以上、聖徳太子はこれをはっきり文章にしたはずだ。これが天皇記、つまりスメラミコトの文である。当時から顔面な真実否定者はいたので、彼はその経緯を記した。しかしその書は一種の変。世に言う大化の改新のクーデターで、イルカが殺された直後、中野大江の王子の軍が直ちに焼却に向かい守備よく破棄された。なぜならそれこそがクーデターの主要な目的のうちの一つだったからだ。神話について軽く触れておこう。日本皇室に伝わる三種の神器の神話が石体の神話と一騎打ちであるということは戦前からよく知られた事実である。が、誰もその重要性を恐れて語ろうとしない。だが真実は何も恐れることはない。要するに、パルティアのアスカの皇室さえ、その系統において、仲間の皇帝とする騎馬民族最高の皇帝が日本列島に降り立ったのだ。パレスチナのソロモン大王が天皇家とつながっていたと独特と論じる人がいる。でもソロモンはただ紀元前10世紀の人だ。新しいではないか。それに所詮一地方の王ではないか。有名なのは今でも宣伝上手のユダヤ人が宣伝したからである。ユーラシア全体の王はもっと高貴といえば高貴なのである。石体の神話ではまず天祖ゼウスがいる。この子が天の最高神パルギオスである。パルギオスは川の神の娘と結婚して最初の石体人たるタルギオスが生まれる。最高神が川の神の娘と結婚して最初の人が生まれるわけだ。このタルギオスの子供のうち、天から三種の神器の降下を受けたコラクサイスが皇族の祖となるのである。つまり三種の神器が人の使者を呼ぶ。これに対して日本のスメラミコトの神話は以下である。まず天祖ニニギのミコトがいる。その子が天の最高神ホーリのミコトである。氷の御事は水を支配する神、わざつみの娘、豊玉姫と結婚して、宇部や吹合図の御事が生まれる、最初の日本人である。最高神が水の神の娘と結婚して最初の人が生まれる。その子が初代天皇である、神山と岩根彦、神武天皇である。ここに三種の神器が降下して王権が生まれた。スキタイと全く同じく三種の神器が人の社会の支配者を生む。どちらも構造は全く同じであって、神話学上は2つは同じ起源の民族と断定できる。そうしないのはおかしい。ここを検討していない日本史など全くナンセンスである。ともあれ、こうして4世紀から5世紀に天皇制の日本の基礎が築かれた。日本人も日本国も歴史に登場することになった。その重要な最初の4世紀は、アジアもヨーロッパもアスカ、パルティアの消えた影響で大激動が起きていた。それが現在のアジアやヨーロッパを作る元となったのである。日本史の展開についても章を改めて、勝者との関係の中で改めて語ろう。第2章、文化と文明、王国と帝国、民族と人種。ローマは王国、ヤマトは帝国である。一定の時間的継続を持ち、いくつかの文化と地域をまとめる諸文化の総合体は文明という。文化というものは人間が作り出したものすべてを指す言葉ではない。やや難しいが、社会全体が持つ価値判断基準や価値観自体が文化と呼ばれるべきものだ。その価値判断は決して主観的なものではない。人間の生理的反応や体の形や機能にまで影響するというより、生理的反応や認知のあり方まで含めて文化は成り立っている。
例えばある民族は霧とかもやとかを100種類以上も識別することができる。それはきちんと識別できるのである。しかし現代日本人の我々はまず霧ともやぐらいである。それが濃いとか薄いとかぐらいの違いしかわからない。これは文化の違いというものであり、認知力の違いでもある。眼球の構造の違いではない。文化というものを我々はそこまで生理的反応まで深い刻みを持つものとして理解せねばならない。だから例えばどこの文化でも人肉を食することが禁じられているはずだ。殺人も禁じられているはずだったなどと安易に想定しないでいただきたい。人種というのは一定の身体的、遺伝的特徴と共通性を持ってまとめられる集団のことである。いろいろある身体の特徴のうちどれが基本かということは実は全く決められていない。肌の色は身体的特徴の例のたった一つに過ぎない。だから今簡単に人種の違いは論じない。民族とは大体は同じ人種集団のうち、宗教や言語のような主要な文化要素を軸にしつつ、一定の枠を持ってまとまった集団である。しかし注意すべきことがある。そこに住む人々がある民族に対して自分たちはそこに属しているのだという帰属意識があることが必要なのだ。この帰属意識がなければ民族は成立しない。現在のユダヤ人などはある意味でこの帰属意識だけを中心にしている特徴ある民族である。政治制度についてはどうだろう。王というのは王国の支配者である。王国というのは一定の領域や民を一定の統治ルールを持って支配しているものを言う。実は領域や領土だけが重要なのではない。遊牧民は土地よりも人の集団を大切にする。だから国家の概念が遊牧民で人の集合体になり、農民の国だと土地になる。人と土地、元来は両方とも別々に国家の基軸たるも得るものなのである。具体的な歴史の過程においては、しばしば遊牧民の国家と農民の国家がぶつかり合い、混ざり合うようなことが起きた。日本史では4、6世紀しかなかったが、ヨーロッパでは中世までしばしば起こったし、アジア史では非常に盛んに起きている。こういう場合に王や皇帝の位置関係とか領域をどこまでどう取るかなどのことについては、我々は注意せねばならない。そして困ったことに、旧来の歴史学はそこをデタラメに扱ってきた。だから民族や王国の栄枯盛衰史がデタラメに語られてきたのだ。王と皇帝の位置関係といった。ではどう違うのか。王は王国の支配者であり、皇帝は帝国の支配者である。帝国は立派な王国ということではなく、内部に王国をいくつも抱えているある種の連合体のことを言うのでなければならない。だから皇帝はただ力ある偉大な王という意味だけでは使ってはならない。数ある王をまとめるところの王の中の王でなくてはならない。数あると簡単に言ったが、まず最低5つくらいはなくてはならない。5つ未満だと連合王国とだけ言うべきだ。現在の英国がちょうど4つの王国の連合王国となっている。だからユナイテッドキングダム、すなわち UK という。では王国数の上限はというと、決まっているわけではないが、歴史上ほぼ30の王国が連合し統治されるのが限度だ。帝国内の王国は確かに皇帝に従属してはいるが、必ず最低限の独自の内部統治ルールを持たなければ、それを王国と呼ぶべきではない。そうでなければただの従属国である。この意味で正確性を求めると、ローマ帝国と呼ばれる国がいかに巨大であったとしても、本当はローマ王国でしかないことがわかる。他方、6世紀奈良に都を置いた大和政権はいかに人口数百万程度だろうと、スメラミコトを皇帝に抱く大和帝国と呼ぶべきだろうということが生じる。列島内に有力な小王国がいくつもあり、それを大きく和して、その都を大和と言ったのである。大和の字は大和の音に対する当て漢字である。文書ではそういう国家の概念、王や皇帝の概念については厳密に取り扱う、注意されたい。文明という病はどこからいつ始まったのか。世界の歴史において古代文明が4つあって、そこから歴史が始まったとよく言う。東から中国、インダス、メソポタミア、エジプトの4つが古代文明として栄え、そこから人類の文明は始まったと一般の教科書は言うが、嘘である。中国、インダス、エジプトの古代文明は地球上に起きた単発文明に過ぎない。後につながらない単発文明なら、アトランティスを取るまでもない。あちこちにたくさんあって、今後も地球のどこかで眠っていたものがたくさん見つかっても別に驚いてはいけないだろう。我々が注目すべきものは、物と人に満ち溢れ、住む場の環境さえ壊しそうになっている現代へと導いた一種の病であった文明の発端である。この病は一度始まると次から次へとつながっていく。
多少の紆余曲折を得つつも人類を近代まで導いていくきっかけとなったのはメソポタミアだ。そのメソポタミア、8000年前から肥沃な土地に農業が展開されてきていたに、文明の担い手として突然登場したのがシメール人。本当はスメル人だった。登場の時期だけなら、メソポタミア北東部のアッシリア人、その前のスバル人などそう変わるものではない。また、紀元前8000年頃始まった小麦農業の始まりに最初から参加していた民族でもない。彼らは明らかにどこか別のところから通行に、詩弁なメソポタミアにやってきた。当然、そのシメール人が形成され、そこからやってきた元のところが文明の起源地ではないか。それはまだ古臭い学問的には決定されていないが、まず間違いなく南シベリアから現カザフスタン西部草原の地である。シメール人が広めた病、それに罹患した諸民族。シュメール人は前3300年頃、メソポタミアの南東部分の沖積平原に、おそらくペルシア東部あるいはそのさらに北部から移動してきた。そして定住し、都市、巨大建築としての神殿、首都としてジグラト、聖塔、くそび形文字、円筒印章、シリンダーシール、華麗な美術を外的特徴とする文明を築いた。巨大建築物と文字が文明の象徴であるかのように思われるようになったのは、このシメール人のせいである。この初期にはメソポタミア北西部にはすでにアッシリア人が繁栄していたし、バビロニアの北西部分には後に政治的ライバルとなるセム系のアッカド人もいたが、シュメール人は1000年に近い間彼らを支配するというよりリードして影響を与えていった。支配と簡単に言わないのは、彼らの政治運営がアッカド人やアッシリア人、後のカルデア人のように中央集権的なものでは全くなかったからである。文字を持ち記録を作り大神殿を建てながら、シュメール人には大王や皇帝がいたのかどうかもわからない。多分いなかった。だから逆に連合した王国という意味の帝国だったのである。しかし、シュメールの作ったものはまさしく文明であった。いくつかの文化を連合あるいは統合させているからだ。後のアッカド人、アッシリア人は全24世紀以降、一時的あるいは断続的にバビロニア及びバビロニアを含むメソポタミアを政治的に支配したが、いずれもシュメール文明の後期の影響下にあったことは間違いない。メソポタミア文明におけるシュメールの後輩アッシリアが最初に政治的独立をしたのが前19世紀のことであった。それ以降に外からメソポタミアに入ってきたのが北西からのヒッタイト人、インドヨーロッパ系、前18から12世紀、東からのカッシート人、前17世紀から12世紀、ビタニ帝国を作ったアーリア人貴族とフルリ人、多分北から前16から14世紀、北東からのイラン、ペルシャ系メディア人、前9から7世紀、そして最後に北及び東からのスキタイ人、前7世紀というように多数いた。これらはいずれも指したら民族ではない。特に傑出していたり、優れていたりということもないと考えるべきだ。メソポタミアの歴史が大変有名だから、いずれも有名な民族になっただけだ。1612年にメディアと協力してアッシリアを最後に倒したのがセム系遊牧民のカルデア人だ。彼らは1100年後頃、かつてのシュメールの中心地に定着。1625年、バビロニア王朝、新バビロニア王国、またはバビロニア第三王朝、これも実は帝国と称するのがふさわしい、を立てた。大皇帝、ネブカドネザル2世、在位605年から562年は、旧アッシリア領すべてに加え、パレスチナなどの周辺地もすべて征服し、エルサレムを破壊してユダヤ王以下を首都バビロンに補修した。1586。こういった細かい展開がかなり詳しく現代に伝えられているのも、アッシリア帝国が全盛時、その首都ニネベに大図書館を建設。アッシュール・バニパルテ、在前669から626。多数の文章を残したからである。これも文字使用を拡大したシュメール文明の影響である。ただ、メソポタミア文明のこれら構成諸文化の個別の構文にはこだわりすぎる必要はない。アッシリアの滅亡以降が東西文明の交流が本格的に開始される時代となり、現代とつながる、その様相こそが現代につながる大問題なのである。
保持することを残すことへの執着という病。バビロニアとは、メソポタミア東部のシメール地方とその北西アッカド地方をまとめた地域概念である。さらに北西にアッシリアがある。ミタンニヒッタイトなどが出てくるアナトリア、現トルコ地域。シリアなどはシリアのさらに北または西だ。このバビロニアは前2350年、セム系アッカド人のサルゴン王により統一され、アッカド帝国の成立を見る。シュメールの方はそこまでの約1000年の間にいくつかの段階を踏むが、前3100年から2900年頃に神殿建設などの最盛期を迎える。大体建物や美術以外の社会それ自体についての研究はろくなものがない。シュメール文明の起源についてもだ。アッカド人王サルゴンは司会の王を名乗るなど領土拡大意欲丸出しだったが、これはシュメール人のものではない。そしてこの拡大意欲がその後のメソポタミアの政治的混迷を引き出し、シュメールの多神教だけでなく、中央アジアからペルシャに入った一神教ミトラ教を発展させる元となるのだった。だからシュメールを簡単に文明というが、文明の実態、ほどに各文化の相互関係や支配関係の腰については全く分かっていない。古代史学者が研究をしていないからだ。要するにシュメール文明とは統一の文化による都市群の連合体だったろう。ともあれシュメール文明の明瞭な外見的特徴は、誇示することや残すことを明らかに目標として建築物を作ること、それを文字で残すことだった。これは生産が拡大発展して余裕ができたからそうなるのというのと明らかに次元が違ったもので、そのこと自体を目標とし、価値観の中心をそこに置いていたからできたのである。その価値観こそがシュメール文化の基軸であり、文明という病の病原菌だった。シュメールの病は古いのか新しいのか。17万年前のミトコンドリアイブから始まった今現在につながる人類の生活の中で、これはまさしく極端で突然の突出だった。ここで一つ注意すべきことがある。シュメール文明が始まったのは前3300年くらいのことで、世界の他の地域と比較してもさして古いものではないということだ。例えば日本の三内丸山遺跡では前3500年くらいから定着が行われていたし、メソポタミアでも前6500年に大きな遺跡、ジャルムを残す定住があったことが分かっている。しかも三内丸山遺跡は決して地域的に孤立した単発の文化遺跡ではなく、未だ未発見の他の遺跡と連動した王国、ひょっとしたら王国の連合である帝国の一部である可能性が高い。だからシュメール文明の古さを決して過大評価してはならない。ただし、巨大建造物作りと文字使用の合体による文化を基盤とした文明は確かにシュメールに始まる。また今のところシュメールしかない。要するにシュメールとは明らかに一つの突出だったが、それともまだそれが始まりであったかどうかは判断できない。だが巨大建造物と文字の二つに加えて、利潤を求める外部との交易、対外交易及びメシアニズムという世界性を持つ宗教の発端もここにあった。これらの要素にプラスして馬による移動の効率性と戦闘力、鉄の使用等が加えられると、その文明は恐るべき伝播力と拡大力を持つことになる。シュメール人はほぼ確実に今日の東イラン高原から移動してきた。つまり東から来た。今日のイラン考古学ではよく知られている東イラン高原のジロフトには明らかに大きなジッグラトが遺跡に残っているし、時代もシュメールと同じかやや古いくらいのものだ。それ以外の地にもシュメール的な建造物が見られる。というか実態を言えばシュメールが東イラン的なのだ。メシアとメシア、その発祥の地。東イラン高原は宗教における救世主信仰、すなわちメシアニズムの発祥の地でもある。主神、太陽神ミトラはその地ではメシアと呼ばれた。それがメシアと名まって救世主の意味を担うようになる。救世主信仰がキリスト教、ユダヤ教に入るのはずっと後年のことだ。バビロニアのカルデア人王権がユダヤ人たちをバビロンに捕囚した頃、前597から538年からの話である。それが政治経済的に苦しんでいたパレスチナの人々に受け入れられて、待ち望まれていて、救世主キリストを受け入れる精神的土俵ができたということになる。それがなければイエスなど社会混乱期のどこにでもいる頭のちょっとおかしい大工の息子で済まされてしまったはずだ。お母さんは処女なのに解体したとか言ってるし。旧約聖書が述べる諸王や民族の興亡が書かれたのはずっとずっと後のことだ。
メシアニズムがメソポテミアの地に入る前のことだが、救世主信仰兼太陽信仰であるミトラ教からゾロアスター、ザラシュートラ教が生まれた。アケメネス朝ペルシアを統合支配するためにである。これは単に紀元前500年くらいのことである。だからゾロアスター教は決して古くないものだ。重要なことはシュメークから始まるヤッシリアの滅亡で終わるメソポタミア文明は、メシアニズムとすれ違ってしまったということである。メシアニズムがなければ、拡大建設の病は十分な重病には至らない。メソポタミア文明は大変重要な契機であったが、決定的な始まりだったのではないのである。ペルシアは宗教の発展地または中継地点である。仏教さえも東イラン高原で生まれたという学者も一部いるが、ここではそういう主張があると指摘しておくにとどめよう。東イラン高原は北に上がればカスピ海東岸部に至る。そこにはパルティア帝国、前3世紀から後3世紀の発祥地でかつ発展の中心地だったし、さらにもう少し北に行き、カスピ海東北岸に行くと、その地は南シベリアからコーカサスに向け、やがてメソポタミアに入ったスキタイ族の通過路で、やはり発展の中心地、拠点となる。後年、東西交易の地上路としても、最も重要なルートに当たっている。もちろんそれはシルクロードなのではないが、世に言うシルクロードなどは細々とした断続的な道としてしか存在しないものだった。恒常的に存在しなかった道を何々ロードと名付けるのは全くおかしい。それに対してシルクロード論者の一部が草原の道と呼ぶルートこそシルクロードの補足ルートなのではなく、全く別にもっと強固なものとして存在したものである。特にコーカサスから南シベリアのエニセイ川上流域までの豊かな草原と河川流域を通る東西ルートは、人類がメソポタミアから出て南シベリアへ到達し、ミヌシンスク文明、第3章で詳述、前3500から700年を打ち立てるのに重要な役割を果たした。この草原ルートは文化、文明、民族のハイウェイのごときルートとして存在した。このルートには極めて楽な通行可能性と誠に豊富な水があったからである。ちなみにアスカ・パルティア大帝国はエジプトやローマを苦しめる大軍事力を持っていたが、この地はすでにスキタイ系の別勢力に抑えられていて、苦しめられたり、ローマとの戦いで困った時に助けられたりという関係を持っていた。カスピ海北東部あるいは東部からそのやや南たる東イラン高原へはすぐ近くである。騎馬民族文化の基軸。騎馬民族の一部は草原ルートから南へ降りてメソポタミアまで行った。それがシュメール人である。その文化的証拠となるのがジッグラト、仏塔、聖塔の建設であるし、それよりももっと大きいのが大きく河川に依存した文化。後年の草原の騎馬民族国家の重要な特徴であるところの政治権力と宗教権力の分離連立性、公正諸国家あるいは共同体間の連合体制である。シュメールでは軍事支配者がルガル、神殿と宗教の支配者はエンシと呼ばれた。そしてルガルとエンシは連立していた。そして各都市は一定のルールのもとに連合していた。統一した王がいなかったというが、それはむしろルガルとエンシに有効な連合体制が作られていたことを意味する。でなければ千年も繁栄するわけはない。このルガルとエンシの対立と連立の構造は、私がシュメール研究の山の中から発見したものである。こんな重大なものを過去の歴史家はシュメールの安定の要因としてではなく、不安定の要因として報告している。愚かな。逆である。連立性は帝国が巨大化できるための主要な要素なのだ。意味のヒントは中央アジアの大遊牧帝国の政治と宗教にある。シュメールには文字があり、文章も豊富にあるから、いつの日かいろいろ明らかになるだろう。そしてそれが南シベリアから中央アジアに広がった遊牧国家のそれと類似点が多いことに嫌でも気づくことだろう。ところで、この本来は諸集団や諸都市を統合するのには、普遍的なルールであるものが外部からの圧力その他で壊れたとき、滅亡への道が始まるのも普通である。あたかも古代日本の蘇我氏が自己本来のルールを自ら壊し始めることで内部分裂が起き、崩壊への道を転げ落ち始めたのと同じだ。シュメール人は自らを人と呼んでいるが、いたが、前章で述べたように、これも遊牧騎馬民族国家の極めて重要な特徴の一つだ。国家を領域として捉えるのではなく、人の集合として考えるのは、基本的に遊牧民の価値観である。
それは南シベリアからスキタイ系の文化に伝えられた価値観である。もちろんシュメールの方がいわゆるスキタイより古いものだが、十分にその原点が近似したものであることを予測させる。基本が遊牧騎馬民族国家だから、ほぼ千年もの間栄えながら統一政治権力を打ち立てなかったのだ。外部の目からは政治権力が打ち立てられていなかったとしても、間違いなく統合システムはきちんと打ち立てられていた。繰り返すが出なければ、林立する諸民族が存在した豊かな地において、千年も続くわけはない。シュメール、スメルという名称は、シュメール地方の北東、上流部に行った外国人からの意匠で、本人たちは人、実際には混合された人、サーギガと自称していた。では何と混合したのだろうか。それは間違いなく非遊牧民の農民である。ところでシュメールは本来スメルまたはシュメルという発音である。それがシュメールとなったのは、スメルだったらスメラだ。それならスメラミコトだというこじつけ好き歴史家。とんでも歴史家といって今でも多数いるいくらか愛すべき人々だ。メソポタミアはその主要なターゲットである。の噂話が戦前広がって、京都大学の正規の逆とんでも歯科がわざわざ混同されないようにと、シュメールと目の跡を伸ばしたからだ。余計なことだ。いずれにせよ、スメラミコトが簡単にメソポタミアにいたわけはない。ただし、日本人がメソポタミアに思いを馳せる傾向がまま見られるのには多少の理由がある。草原の道を通じてのつながりなのか、何がしかのメソポタミア的文化要素が日本まで届いてきていることが間違いなくあるからだ。前章で述べたように、メソポタミアの三角形が奈良の大和三山の位置関係に残るし、大和とこの地の関係は絶対にある。もちろん、簡単にかつ直接にとは思ってはいけない。ただし、口実のアスカ・パルティア帝国、第4章詳述の件もあり、これまで正規歴史家によって想定される以上の関連が、日本とメソポタミアにある可能性が十分ある。その頃の日本がスメルまたはスメラを宇宙の中心としていたことは、確かに意味があることかもしれないのだ。シュメール以後の小王国。シュメールの上流、後の都市バビロンの北にあった地域アッカドから、メソポタミアのほぼ全域を統一するアッカド王朝が出る。統一王の名はサルゴンという。彼は明らかにシュメールとは違う政治体制を取り、シュメールだけではなく、シリア北部、アナトリア、現イラン南西部をも支配し、巨大な王国を作った。前2350年頃、メソポタミアの統一が行われ、このアッカド王国は約100年続いた。シュメール人が支配力を奪われたのも、紀元前20世紀あたりから、シュメール各都市のルガルと遠氏が基本の連携を壊してしばしば不和を起こしたからであった。この後、アッカドのさらに北東からのアッシリア人、西セム系のアモリ、アムル人も栄枯盛衰の輪に加わるようになる。アッシリアはアッカドのさらなる北東域で、メソポタミアにおいてアナトリア半島、現トルコに接し、またコーカサス地方に接する移動上の重要地だった。アッシリアの土地では遊牧も農耕もできた。セム系アッシリア人の基本は農民で、前3000年頃歴史に登場する。その先住民がスバル人だ。アッシリアは川地方を意味する。メソポタミアの中心に比べれば少し北である。やや山地があることはあるが、十分に豊かな地であった。この重要な土地でアッシリア人は繁栄したが、前1800年くらいまでシュメール・アッカド王国、ウル第三王朝、アッカドから権力を再奪取したシュメール人の王朝、2130年から2021年、バビロン第一王朝、1900年頃から首都にバビロンの王朝、つまりアムル人の支配下に置かれた。前18世紀初頭に一度独立したが、また後にアムル人ハンムラビ王により支配された。そしてバビロン第一王朝滅亡、前1600年頃を再独立して、またさらに前16から14世紀にはウルリ人の帝国ミタンニに支配される、あるいは一旦に滅ぼされるという数奇な運命をたどった。数奇といっても、この辺の史実は文書が豊富で、欧米人の研究が盛んだったから、複雑さがよく伝わっているというだけのことで、本当は特別に数奇でも何でもない。経済が誕生した本当の理由、ただそこからわかることがある。
ギリシャの哲学者アリストテレスが発見し、経済人類学者カール・プランニーが改めて確認した都市間戦争や都市間代替交易による経済の発展があったのである。このことはメソポタミアが現在につながってくる大きな要因だ。よって最も重要なことはここである。シュメールが始めた巨大建築の構築、文字の使用、過剰生産物の貯蔵及びその後の分配というシステムが、社会に成長という病の要因を植え付けていたということだ。実はこれらの要因の表面的な多くは、メソポタミアに南に接するエジプト古王朝でも見られた。巨大ピラミッド建設などはそのシンボルである。しかし経済発展の主要因である対外交易がなかったし、権力に対するシュメール人の考え方とエジプト人のそれは全く異なっていた。エジプトでは宗教上の王は現実の王でもあった。それでは先制は生むが戦後は生まない。また拡大ではなく縮小や凝縮を生む。だからエジプトの文化、文明は紀元後につながっていかなかったのである。こういう意味でシュメールの持ち込んだものはまさに発展にとっては革命であり、それはエジプトにもインドにももちろん中国にもなかったものだというものだったということがわかるだろう。現イラクの首都バグダードの南約90キロに バビロン第一王朝、古バビロニア王国の首都となって、前19世紀、ハンムラビ王の時代に最も栄えた都市バビロンがある。バビロンの第一王朝はアムル人の王朝だった。有名なハンムラビ王もアモリ人である。守護神マルドクを祭り、ユーフラテス川に工事を加えて一部河岸をペルセポリスや鹿島神宮と同じ正方位、真北から20度西に方位線を傾けた方位を北にするもの、摂政シリウスの都アスカに詳しいにした上、最重要建築物ジッグラド、正塔も正方位で建設した。このジッグラドが有名なバベルの塔である。神殿は神聖な交易の場で、文字は交易の記録として用いられた。神殿に仕える女性は神聖さと誇りを持って世界最古の職業、売春に従事した。だから本当は売春ではなかろう。また仕事の中心は売春ではなく交易の管理だったはずだ。これらの経済に関わる記録の中から、アリストテレスは貨幣や価格、物の等価が交換の中から自然に生まれるものではなく、神聖なとそこで想定される経緯によって決められることを見つけ出している。このことを後に確認したのが社会学者マックス・ウェーバーだ。また経済人類学者カール・ポランニーはアリストテレスの学問的役割を含めてその全体を確認した。その後に発展していく経済におけるように、市場と貨幣と交換があたかも最初から当然のごとく結びついているものではなく、それらはもともとそれぞれ別の存在だったのである。これがギリシャ・ローマを経て、さらに西ヨーロッパを経て、世界市場経済につながった。これら3つの要素が当然のように市場で統合されて働く近代市場経済になるのには、別の革命が必要となる。メソポタミアに生まれた3つの要素がヨーロッパ近世まで発展してきて、現代風の市場経済の土台を用意する必要もあったのだ。その土台の基礎はバビロニアで紀元前1700年から1800年までに築かれている。その後に展開するアッシリア、カッシート、フルリ、ミタニ、ヒッタイトなどの政治的攻防は特に詳しく追う必要はない。南シベリアからの移動と衝突、融合と展開。人類が北アフリカに誕生して以来、ある集団は移動してきた集団と衝突し融合し、そこに破壊が起こり、過剰を投じしつつ文化文明は展開を続けてきた。メソポタミアで起きたことは明らかにまた同じことだった。シュメール人がやってきたのは遅くとも紀元前8000年には始まっていたメソポタミア西部での小麦栽培が十分展開した後のことだった。そもそも農業においてはメソポタミアが人類最初の発祥地であったとも言い切れない。だから、豊かだからやってきたのかもしれないが、メソポタミアしかないからやってきたわけではなかろう。そして農耕が可能であったことの他に、大河での船の通行可能という要素があったことは想像すべきだ。理由は、南シベリアの文明において早くも川での長距離移動、船の使用が芽生えていたことにある。シュメール人がインドからではなく、南シベリアから中央アジア方面を経て東イラン高原に入ったとすると、そこでは船での通行技術はあまり活かせなかったはずだ。その点より西のメソポタミア下流域は魅力的な場になるわけだ。シュメール人により文化的インパクトはメソポタミアを大きく変えた。
そして千年にも及ぶ大文明を築かせることになった。その影響を受けたアッカドが古バルボニオニア王国を作った後、今度はまた東から謎の戦士の国と言われるカッシート、17世紀初頭から12世紀が現れた。首都はまたもバビロンだったので、バビロン第二王朝とも言う。カッシートはさらに巨大なジッグラトを築き、年号を持ち、騎馬民族であったため馬を使用した。そしてシュメール人ほどではないにしても、570年もの長きにわたって支配的な文化を築いた。言語はインドヨーロッパ系言語であった。ただ強力な戦士というだけでは、この民族紛争盛んな地域を570年にもわたって収められるわけはない。カッシート人はセム系民族に対してはるかに少数だった。だから当然ここでも連合帝国的統治があったのでなければならない。カッシートは非征服者たるアッカドの神々を決して破壊せず、そこにただ自分たちの神を加えた。この連合的統合の思想は極めて騎馬民族的である。カッシートがもしインドから来たとしても、そのインドとは人類が一旦南シベリアに入った後に再南下したインドであろう。つまり間違いなく元は南シベリアや草原の道から来たのだ。ともあれカッシートによりメソポタミアは再活性化した。ただ西部及び北部ではアーリア人貴族のもとに集結したフルリ人がミトラ教を奉じて強力な国を築いていた。それがミタンニ、1016から14世紀である。そもそもミタンニとはミトラの宮廷、ミトアンニという意味の名称だった。だから完全なるミトラ教の国である。フルリ人は前5世紀頃から北コーサスに住んでいたらしいが、正確な民族系列は不詳である。最盛時はヒッタイトをアナトリア半島に抑え込んでアッシリアも属領化した上、南はエジプトとも交流した。だがやがて北メソポタミアや南コーサスに、コーカサスにキリスト教に先行するミトラ教の物的精神的反魂を強く残しつつ、ミタンニはヒッタイトとアッシリアの争いの中に埋没して滅亡していく。ミトラ教の物的精神的痕跡はミソポテミア近辺にいくつもある。例えば黒海東南岸に後年前4世紀にできた小王国ポントスは古代アルメニアの一部でパルテア帝国の一部にもあったが、王をミトラの化身という意味でミトラダート、ギリシア語でミトラダデスと呼ぶなど完全にミトラ教化していた。ローマと2回、前89年、74年から63年にわたり激しい戦争をしたことで、歴史上特に有名になった。このミトラ教信者の兵士が降伏後、ローマ軍兵士にミトラ教を布教して、後のキリスト教のローマ入りに大きな役割を果たした。つまり、ローマのキリスト教の土台を作ったのだ。ミタンニを滅ぼしたヒッタイト、前1800から前1190は、小アジア、アナトリアを中心にした極めて強力であった。アッシリアどころかバビロニアにさえしばしば侵入し、ミタンニと争いながらもバビロン第一王朝を滅ぼした。前1600年頃。ミタンニとヒッタイトは同時代に隣接して存在したから戦争もしたが、しばしば条約を結んで同盟も行った。その場合、制約は世界の唯一神ミトラに近いものだったのである。ヒッタイトは製鉄に優れていたため武器に優れ戦争に強かった。だからビタンニより強く長く続いた。彼らは600年以上にもわたる活躍の後、前1190年、突然謎の海のためによる首都侵入により滅亡する。本当にこれにも突然ではなく何かの構造的原因があるはずなのだが、旧来の歴史学は事実はもちろん構造的推測の手がかりさえも与えてくれない。大したことはないが謎の一つである。こうした敵の滅亡によって生き残ったアッシリアは、栄枯盛衰の最中には、8世紀にエジプトの中心部をも含め、全オリエントを統一したこともあった。が、決して安定した勢いを作り出すことなく、元セム系遊牧民のカルデア人に、紀元前612年頃、新バビロニア帝国、代表が2代皇帝ネブカドネダル、在位605から562年を作られて、精力的に交代、前609年、アケメネス朝ペルシアの征服を受けて滅亡する。このように見るなら、メソポタミア文明というものの本質的性格ははっきりしている。結論としてシュメールのインパクトと文化的植え付けがあって、それにいくつかの外部からの民族、文化の衝突による活性化があったものなのである。